ただいまより千葉ロッテマリーンズより1位指名されました西川選手、広島東洋カープより1位指名されました佐々木大選手の記者会見を開始いたします。まずはテレビ東京の担当者の方から代表質問をお願いいたします。西川選手、佐々木選手、指名おめでとうございます。ありがとうございます。テレビ東京の中野です。よろしくお願いします。まず西川選手からお伺いします。はい、指名された今の心境をお聞かせください。そうですね、本当に素直に、率直に嬉しい気持ちいっぱいです。指名を受けた瞬間から笑顔が溢れていましたが、あの時の心境はいかがでしたでしょうか。そうですね、野球を始めた頃から、このドラフト、プロ野球選手になるという思いで、今までやってきたので、その夢が、叶って、嬉しかったです。はい、玉塚オーナー代行からのメッセージもありましたが、そのお言葉を受けていかがでしょうか。そうですね、まずはそのようにその評価していただいて本当に光栄なことだと思いますし、1年目からしっかりと、チームの戦力になれるように、頑張っていきたいなと思います。マリーンズの球団の印象というのはありますでしょうか。本当に、ファンが熱狂できて、千葉ロッテマリーンズの応援も大好きなので、はい、そういう印象が一番強いです。改めてご自身の強みとマリーンズでどんな選手になっていきたいでしょうか。そうですね、まあ、一番はバッティングというのは自分の中で、セールスポイントとして置いていて、その中で、守備も自分の中でも自信を持っている一つでもあるので、そうですね、バッティングと守備が、はい、自信があるので、それを存分に発揮していきたいなと思います。私から最後に千葉ロッテマリーンズのファンの皆さんに向けてメッセージをお願いします。はい、千葉ロッテマリーンズより1指名を受けました西上翔です。1年目からしっかりとチームの戦力となれるように、全力で頑張っていきたいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。代表は以上です。ありがとうございます。それでは他に質問のある方がいらっしゃいましたら挙手をお願いいたします。スポーツコミュニケーションズの杉浦と申します。佐々木選手に質問です。9時が終わった後、自分が指名9時が終わった後、最初1巡目が終わった後の気持ち と、その後自分が指名された時の気持ち、どんな思いでしたか。はい、正直、自分としてはまさかこんな高い評価をしていただいていると思っていなかったので、指名いただいた時は本当にびっくりという気持ちが一番でした。あと、西川選手と佐々木選手両方にお伺いしたいんですけど、まあ、去年も先輩3名がで、そのうち2人がドラフト1位で指名されましたけど、その時の思いでなんか来年は自分もみたいな思いがあったのかどうかっていうのをお伺いしたか。まあ、自分としてはそうですね、まあ、去年このドラフトの日に2人が1位指名いただいて、まあ自分もなんとかこの1位でトップ評価でいきたいという思いがさらに強くなった1日でもあったので、なんとかその目標というか夢を今日叶えられてすごく嬉しい気持ちいっぱいです。そうですね、自分も去年そのお二人方がドラフト1位指名されて、来年は自分がやってやるんだという強い気持ちでこの1年間やってきたので、今日その夢が叶って本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは、テレビ東京の担当者の方から佐々木選手に代表質問をお願いいたします。
佐々木選手ご指名おめでとうございます。ありがとうございます。すいません、今の質問と重なる部分あるかと思いますが、改めて代表でお伺いしたいと思います。まず指名された瞬間ドラフト1位ということでしたけれども、その心境はいかがでしょうか。驚きという気持ちが、はい、一番でした。カープの印象というのはいかがでしょうか。はい、若い方から、ベテランの方まで本当にすごい、実力のある、選手の人たちが多くいるイメージで、早くその中で、野球がしたいという、はい、気持ちでいっぱいです。改めてご自身のストロングポイントとカープでどんな風にそれを生かしていきたいかお聞かせください。はい、自分の一番のセールスポイントは、勝負強いバッティングというところで、ここで打ってほしいという時に1本打てるようなバッティングが自分の一番の、セールスポイントだと思っています。また、守備がすごい上手な選手が、多いというイメージもあるので、守備をさらに磨きをかけられたらいいかなというふうに思っています。最後にカープのファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、広島東洋カープより1位指名いただきました、佐々木大です。これから、チームの中心選手となっていけるように早くプロの世界に慣れて頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。すみません、ありがとうございました。ありがとうございます。他に、質問がある方、挙手をお願いいたします。こちらでお願いします。おはようございます。広島県の中国新聞社の中川と申します。指名おめでとうございます。失礼しました。まず監督さんにお伺いしたいんですけども、佐々木選手、選手として、そしてキャプテンも務められましたけど、その人間性としてどんな選手か教えていただけますでしょうか。口数は多くはないですけど、やるべきことをしっかりとやって、科目に、取り組むことができる選手です。はい、ありがとうございます。佐々木選手お伺いします。すみません、失礼しました。そうですね、去年ドラフト1位指名いただいた常廣選手が、先輩としているので、心強いという気持ちがありますし、さっきも言ったんですけど、守備が上手い選手が、菊池選手だったり矢野選手がいるので、守備を、はい、教えていただきたいという思いがあります。地元の方にはどういうふうなご報告をしたいですか。そうですね、大垣市の出身ということで、はい、誇りを持って、はい、頑張りたいと思います。すいません。ありがとうございます。他に質問のある方がいらっしゃいましたお願いします。
すみません、岐阜新聞篠田です。佐々木選手にお願いしたいんですけども、先ほどの質問と少し被る点があるかと思いますが、高校まで地元岐阜で中軸として活躍されてこられたと思うんですけども、地元岐阜に吉報を待つ方たちがたくさんいると思うんですけども、まず皆さんへのコメントであったりとか岐阜での思い入れがありましたらお願いします。はい、自分たちの代はそうですね、高校の時、コロナで、高校野球が、不完全燃焼という形で終わってしまって、あの時本当に県民の皆様からも、すごい応援というかそういう声援をすごいいただいていたので、なんとかこういう形で、恩返しじゃないですけど、できたので、まずはスタートラインに立てたという気持ちが、一番強いので、またプロへ行って、活躍してさらにいい報告ができるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。あともう一点なんですけども、1巡目が終わった際に大きく息を吐かれている姿がとても印象的だったんですけども、やっぱ待たれている間の気持ちであったりとか選ばれた瞬間の気持ちを改めてもう一度お願いします。もう本当にもう驚きの気持ちが一番だったんですけど、さらにこう気持ちが引き締まるというか、覚悟が決まりました。ありがとうございます。ありがとうございます。他にいらっしゃいましたら挙手をお願いいたします。お願いします。はい、共同通信の倉間と申します。お二人おめでとうございます。お二人にお伺いしたいんですけれども、プロで、憧れている選手ですとか、こういう選手のような選手になりたいというような選手が目標としている選手がいましたら教えていただければと思います。よろしくお願いします。はい、自分はそうですね、やっぱりバッティングの面で、今年3月そのトップチームに選出していただいたときに、村上選手のバッティングであったり、近藤選手のバッティングであったり、そういうやっぱ上で活躍されている選手のバッティングを見て、本当に自分も素直にこのような選手になりたいなと思ったのが一番で、それを追い越せるようにそういう気持ちでプロに入ってからもやっていきたいなと思います。自分はそうですね、今メジャーリーグで活躍されている鈴木誠也選手のような、球団や、日本を代表するような打者になれるように、頑張っていきたいと思います。どうもありがとうございます。ありがとうございます。先ほど挙手されていました右斜め前の方、よろしくお願いいたします。週刊ベースボールの小川と申します。西川選手、佐々木選手、お二人にそれぞれ伺いたいんですけれども、それぞれロッテの選手、広島の選手になられまして、対戦してみたいプロのピッチャーをちょっと教えていただけないでしょうか。そうですね、リーグは違くなるんですけど、去年ドラフト1位で指名された常廣選手と、下村先輩の2人ですね。自分はそうですね、中日ドラゴンズの同級生である高橋宏投手と、プロの舞台で対決したいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。スポニチの村井です。よろしくお願いします。西川選手に伺いますけれども、ロッテですと、大学の先輩である井口さんも大活躍されましたけれども、その存在とか、続きたいというような思いというのはどう感じておられますか。もう一度お願いしますか。井口選手の存在とか、それに続きたいという思いというのはどんなようなものがありますでしょうか。そうですね、本当に偉大な先輩で、青学に入学した時も、そうですね、そういう選手になりたいなと思って、自分もこの4年間やってきたので、プロに入ってからも、その人たちを追い越せるようにやっていきたいなと思います。あと1点
さっきロッテの応援が好きとおっしゃってましたけど、はい、なんかお気に入りの応援とかあったりされますか？そうですね、まあ全部の応援なんですけど、まあ、チャンステーマとか特に、はい、好きです。はい、ありがとうございます。それではお願いします。もしも、読売新聞の塩見です。2人ともおめでとうございます。お二人は1年同期ということで、1年の頃から、まあ、仲も良かったと思いますが、ライバル関係でもありました。お互いがドラフトで1位指名されたこと、1位指名されたことをお互いについてどう思っているかを教えてください。はい、そうですね、正直、まあ、こう美少が3年生の時にこう出てきて、まあ、自分はこう、まあ、成績が落ちていた時期だったあったんですけど、まあ、そこで美少がいてくれたおかげでこうまた頑張れたというか、負けたくないという気持ちでここまでやってきましたので、まあ、この結果がついてきたと思っているので美少にはすごく、はい、感謝しています。まあ、自分はやっぱり1年生2年生の時はなかなか試合に出ることができなくて、まあ、その中で、タイはもうずっと1年生から、チームの中心選手として活躍している中で、本当に悔しい気持ちがすごくあったんですけど、3年生になって、自主練習を一緒にしようってなって、でそこで、まあ、同じ右の、似ているバッター、でそのライバルとなって、ここまで2人成長してこれたので、共にそのドラフト1位で、プロに入団できるというのはすごく嬉しい気持ちです。はい、1位になろうぜとかそういったお話をしたことはあったんでしょうか？はい、ありました。ありました。はい、ありました。いつ頃からでしょうか？ちょうど去年のこの日に、まあ、そういう話をしたんですけど、まあ、ミショーは結構確実視をされてたんですけど、まあ、自分が、まあ、本当に頑張らなければいけない立場だったんで、まあ、なんとかこういう結果になれて、はい、嬉しく思います。ありがとうございました。ありがとうございます。隣の方お願いします。 J スポーツの榎本と申します。西川選手に侍ジャパンの経験についてお聞きします。トップチームと大学ジャパンの経験を得て得たものありますでしょうか？それもしありましたら具体的なエピソードなども加えて答えていただければと思います。まあ、そうですね、トップチームの方ではやっぱり普段テレビで見ている選手たちとプレーをさせていただいて、野球の意識であったり普段どういうことを考えて野球をしているかなど、そういうのを一つ一つ多く吸収することができて、まあ、その経験があったからこそまた春から、こうして今伸びてくることができたと思うので、本当にあそこの経験があったからこそ、またさらに、自分を成長できる、場所でもあったので、本当に、はい、そこに選出 していただいた井端監督には本当に感謝の気持ちでいっぱいです。はい、将来未来の侍ジャパンに選ばれることがあったらどんな存在になりたいですか？まあ、そうですね、もう誰もが知っているような日本の4番と言われるようなそういう打者になりたいなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。女性の方お願いいたします。中日新聞の松本と申します。佐々木選手に質問です。まあ、佐々木選手は県議賞時代からコロナ禍で甲子園の舞台ができなくなってしまったという経験があったり、あと大学の 2,3 年でちょっと不調に苦しんだでいったってことを聞きました。それでも自主練をしたりこう科目に練習をしたり、まあ、主将としてチームを引っ張ってきたと思うんですけれども、まあ、そういったこう大変な時期でもこう野球に打ち込んでいるモチベーションとか思い入れっていうのはどういったところにありますか？そうですね、やっぱり一番は、まあ、プロに入って活躍したいという思いが一番あったので、まあ、そこをぶれずに頑張れたっていうのはあるんですけど、本当そういう不調であった時期とかっていうのは本当監督さんであったりこの青学のこの環境
だからこそ頑張れてこれたというか、はい、だからこの青学を選んで本当に良かったなというふうに思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。他に質問のある方がいらっしゃいましたら挙手お願いいたします。お願いします。おめでとうございます。テレビ朝日報道ステーションの岸野と申します。安藤監督にお伺いします。改めて西川選手の強みだったり人間性についてお聞かせください。まあ、西川の強みは、まあ、常にまあ前向きですよね。プラスを出せる、プラスを見せれる、そういう選手だと思うので、まあ、ポジティブっていうか前向きな、そういったところですかね。はい。人間性についてはこうチームの中ではどんな存在ですか？何かこうチーム内で、まあ例えば悪いことが起きたとしても、明るくみんなをそういう風な、空気にしてくれるっていうか、そういうものはやっぱり持ってるので、本当にこう、まあ、全身からにじみ出るというか、あの明るさ、天真爛漫なその明るさはあのミショ の特徴だと思います。はい、ありがとうございます。はい、西川選手にお伺いします。はい、今のドラフト1位という指名の結果を受けて一番どなたに報告したいですか？そうですね、まずは、両親に、伝えたいなと思います。はい、どんな思いで報告されたいですか？まあ、そうですね、ここまで、野球ができて、今日この日を迎えることができたのは、本当に、両親はじめ周りの方々のサポートがあってのことだと思うので、本当に、はい、感謝の気持ちをまずは伝えたいなと思います。この日を迎えるにあたって、あのお兄さんとは何かやり取りはされましたか？まあ、そうですね、前にあの特別昨日何か来たとかはないんですけど、もうずっと自分の野球を応援してくれてるので、はい、そういう兄です。はい、ありがとうございます。佐々木選手にお伺いします。去年このドラフト会議の日に新井監督があのこちらの現場に来られたかと思いますけれども、改めて新井監督の印象をお聞かせください。はい、本当に選手といい距離感というか、すごくこう愛されている監督だというイメージがあるので、はい、自分も早く新井監督と野球がしたいと思います。はい、広島にはいつ行ったことがありますか？すみません、一回も行ったことないです。はい、広島のなんかこうイメージありますか？いや、もう本当にこう地域で広島カープを応援しているというイメージがすごく強いので、こうファンの方であったり、まあ、そういう熱っていうのはすごく、はい、感じています。何かあの食べたいものなどありましたら教えてください。とお好み焼き、はい、食べたいです。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。他に質問のいらっしゃる、お願いします。 NHK の桜澤です。おめでとうございます。選手お二人に伺いたいんですけれども、プロに入って何かこう成し遂げたい目標とか、今思い描いている姿っていうのはどんなものかっていうのを教えてください。そうですね、自分は、本塁打をであったり、その首位打者っていうのを、はい、一番そういうタイトルは取りたいなと思います。はい、自分も、ホームランを取りたいという気持ちと、あとはこうチームの核になれるような選手になって、息の長いプレイヤーになりたいと思います。ありがとうございます。他に質問がある方いらっしゃいましたら挙手お願いします。お願いいたします。日刊スポーツの保坂と申します。おめでとうございます。すいません、佐々木選手に伺いたいんですけれども、先ほど来から、最初の方にあの指名された時驚いたっていう言葉をされあの2度ほどおっしゃってたんですけど、驚いたというのは実際には何に驚きましたかね？チーム、それとも地球に、どんな思いで待ってたのか。はい、まあ、もちろんこう、まあ、ドラフト1位で行きたいって思いはあったんですけど、まさかここまで
高く評価してもらっていると思ってなかったので、すごく嬉しいという驚きが、はい、一番でした。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらでお願いします。フルカンドの佐々木と申します。お二人ともおめでとうございました。イェール杯でいいんですけども、昨夜お二人なんかこう会話もししてるしたとすればですね、どんな会話をされてたか、ちょっともう言える範囲で結構ですので、なんかお聞かせいただけますでしょうか。昨日実はリーグ戦の、優勝決定戦がありまして、そこが終わって、優勝良かったなっていう話をしているときに、明日ドラフトだっていうことを思い出して、そこでもう明日やろうっていう、はい、会話をしました。西川さん、なんかありますか。はい、昨日は今佐々木が言ってくれたようなことなんですけど、結構もう2週間前であったり10日前とか、もうそういう結構前の段階からもうあと2週間後ドラフトみたいな、そういう、はい、会話はずっとしてました。常にこう2人でお話しそうです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。他に質問がある方いらっしゃいましたら挙手お願いします。これにて記者会見を終了させていただきます。続きまして、本学応援団より西川選手、佐々木選手の指名を祝しエールをお送りしたいと思います。これから準備に入りますので、報道官、村井さん、村井さん、村井さん、ただいまより準備に入ります。応援をこちらでするので、報道機関の関係者の皆様、移動のご協力をお願いいたします。